油被害は、コイカ被害族に分類される、淡水魚の一種。ヒコ、ヒシコ、セグロの別名がある。ビワコ固有種であり、湖北部の岩礁地帯に生息する。全長は、約20センチメートルほどになる。ごく短い口ひげが1体ある。糞が長く、両目の間隔が狭い。また両目が、速報に出ている等の特徴がある。これは主に生息する。 岩礁地帯の地形に合わせ、岩の間に潜む餌となる、小動物を取るのに都合が良い形態になったと考えられている。全身が高貸色であり、和妙の油の語源となっている。背びれや体側に反問があるが、不明瞭である。また、若菜の時には体側にはっきりとした立て体があるが、成長するにつれて薄れる。繁殖期になるとオスには婚姻色が現れ、 体色が黒ずみ追放しが現れる。岩場や砂礫の底近くを主な生息域とする。雑食性で水生昆虫や小型の貝類、付着藻類などを食べる。繁殖期は4月下旬から6月上旬であり、メスは一がいめの淡水性2枚以外に産卵する。寿命は4年ほどである。絶滅危害 A 類、ブラックバスやブルーギルなどの外来魚による食害。 湖岸の環境改変に伴う二枚貝類の減少、プレジャーボート等による産卵の阻害といった影響で個体数が減少している。生息域が重複する同族種、ビワ被害との間では交雑遺伝子汚染の発生も懸念される。2007年版の環境省レッドリストでは従来の絶滅危惧 IB 類から IA 類にカテゴリーが変更された。微妙な魚であり、 食用に漁獲されていた。ありがとうございます。